県内各市町村の話題を紹介するふるさとシェアです。今日は喜多方市から個性あふれるリポートでおなじみメイクアップアドバイザーとしても活躍する武藤忍さんに今日は伝えてもらいます。今日はですね、市内で人気のミシン使いの男性についてリポートしていただくんですけれども、早速クイズです。ミシン使いの男性には実はもう一つの顔があるんですけれども、はい、それは一体何でしょうか。 A ギタリスト、 B 画家、 C 大道芸人、 D 言えない言えない、ね、言えないって選択肢何ですかこれは、はい、以上4つの選択肢からお選びください、はい、長澤さんは何だと思いますか。これあえてやっぱりこの作ってるぐらいですから言えない、はい、言えないじゃないですかね言えない、まあ、そうですよ、選択肢あるくらいですから ね、さあ皆さんもご参加ください。じゃあまずは VTR ご覧ください。喜多方市県民リポーターの武藤です。私が今日喜多方市からご紹介しますのはソーイングランド高橋の高橋常宏さんをご紹介いたします。ここ喜多方でミシンとで喜多方を盛り上げるみんなの元気な兄貴でございます。うん、こんにちは。はい、あ、どうもこんにちは。職人のお部屋だ。こちらってお洋服のリフォームもやるし、はい、あとね、刺繍とかもやっておりますんでね、ミシンの修理とかも結構、はい、父がミシン屋だったもんですから、まあ、私も40年ぐらい父親と一緒にやりまして、ミシンは好きだったもんですから、まあ、あのリフォームをこうやることになって、いいな洋服のリフォーム。まあ、でも常さんは実はミシンだけじゃないですもんね、強みは。え、何かありました？こっち、答え、こっちですか？ね、あ、ギターとかね、ウクレレとか、うん、今日もちょっとやってたんです、さっきまでね。これ手先が器用だとギターもあるんですかね。そういうのが通ずる部分あるんですかね。いろいろありすぎてちょっとここ何屋さんですか、常さん。不要になったものをですね、委託販売をさせていただいているというようなお店ですね。はい、なんかすごい、あの常さんの思いが詰まってる一角のコーナー、ここがやっぱりここに力がどうしても入ってしまいますよね。お客様にとってはもういらないという、あの売りたいというものをですね、音楽はね好きなんですよね。そうですね、やっぱり楽器をいじるのが好きだよね。だからギターでもいいし、ウクレレでもいいし。オリジナル曲。オリジナル作曲もなさるんですか。居酒屋みたいな。自分がね、ギターを奏でて人に聞かせることによって人が集まってきて、どん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 広がっていっていいことじゃないですか。マジマジ。私もせっかくなので、このいつものつなぎに自分の屋号の刺繍をお願いして今日帰りたいと思います。バッチリやっておきますんで。ということで、まずはギターの腕前、すごいお上手でしたね。ね、素晴らしかったですね。ライブが開催されてましたよ。そうですね、ミニライブがね、開催されましたけれども、まあ、の VTR の最後は武藤さんが刺繍を依頼されていましたけれども、はい、うん、その完成気になりますよね。はい、ということで今日は喜多方市と中継を結んでリポートしていただこうと思いますので、長澤さん呼びかけお願いします。いいですか。はい、武藤さん、あ、武藤さん。はい、喜多方市県民リポーターの武藤です。どうもお待たせいたしました。はい、よろしくお願いします。お待たせしました。今日もよろしくお願いいたします。はい、隠してるのかな。皆さんお待たせいたしました。はい、ついにあの常さんにオーダーしました刺繍が完成したのでご覧いただきます。はい、どん、じゃーん。
いいですね。この任天堂喜多方ですけれども、すみません、あのこの私のメイクアップ講師の屋号がこの任天堂という名前させていただいてまして、バッチリつけていただきました、うん、どうですか長澤さん、いかがですか。いやもうスタイリッシュでかっこいいですし、よかったら長澤さんも好きな刺繍いつでもできます。してほしい。嬉しい。ね、今日の喜多方市なんですけれども、あいにくのですね、真っ暗で厚い雲に覆われておりますが、はい、桜もちょっと終わっちゃったんですけど、風はやっぱりちょっと春っぽく暖かくなってまいりました。これから5月はあの三の蔵の菜の花高原なんかも見れますので、ぜひまだまだ花の喜多方遊びに来てくださいね、はいはい、ということで今日はこちらの喜多方市のメインストリートレトロ横丁商店街の常さんのお店、うん、ドンレトロ横丁商店街ゆいまーるプラザからお届けします。そうです、そうです。このね、入り口からもうすでに漂う不思議な雰囲気、うん、ぜひご一緒に中潜入しちゃいますか。どうぞ。やってる常さん、やってるかな。すごい居酒屋みたいな、ね、これぜひあの気になった商品あったら言ってください。そう、のれんもね、常さん塗ったんですよ、それ。そうなんですか。へぇ、あ、本もたくさん、はい、じゃあこちらが店内になってます。どうもこんにちは、常さん、お邪魔します。あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。じゃあ V でもご紹介しました店主の常さんです。よろしくお願いします。あの、はい、多分この店すごい不思議だと思うんですよ、どう考えても。はい、これ何屋さんって言っていいんですか。いや、あの委託品をですね、あの販売させていただいてるお店なんですけど、はい、私も何屋さんだか分かりません。もう売ってる本人すら何屋か分からない、それがこの魅力のお店でございます。はい、で今日はもちろんこの番組を見てくれた方、はい、特別にあります。ありますね、はいはい、じゃあこちらドンドンドン、このザ背中身のこれどうしますか。何ですか、半額で今日は。半額、はい、ぜひ半額お急ぎください。限定1名でいいですか。そうですね、これは何でしょうか。30分以内お願いします。じゃあ早いな、はい、これ背中身のって言って雨具ではなくて荷物を背負う時の背当てとして使うのが一般的ですとあります。なるほど、はい、何屋なんですか一体。お母さんとかが、ね、そんなこといいんですよ、はい、常さん。じゃあこちら詳しくお店で皆さん聞いていただいて、まあ、うね、こういう ね、はい、ねチェックしていただいて、そういろいろね、うん、あるんでちょっとざっと見ていただくのもそうなんですけれども、うん、はい、この常さんのもう一つの顔ですね、ギタリスト、はいはい、このギタリスト常さんの、はいはい、ここ思いの詰まった場所でもありますね常さん、うん、はい、ここはですね、あの、まあ、全国からですね、あの喜多方に来られるミュージシャンの方があのに立ち寄っていただいてですね、あの軽くこう演奏していただけるような場所として、セットしております。そう、なんかね、音楽で皆さんがね集ってるいい感じの場所ですよ、ほんとこちらね、はい、まあ、そういう風にしてね、まあ、ゆいまるプラザですから皆さんとこうね、そう、ゆいね、音楽で結ばれるというそう、ゆいことでっていう場所になってま す、はい、ます。でこちらの常さんは喜多方市を音楽と踊りでも盛り上げてる、はい、チームエンターテイメント喜多方っていう団体の主催もされておりますが、何の団体ですか。踊りとですね、音楽をですね、このレトロ横丁商店街で、年に 4、5 回いろいろイベント等でですね、あの発表の場を皆さんに提供しているというような形になりますけどもね。そう、はい、このメインストリートをもう歩行者天国にしてね、はい、ここで皆さん、はい、あのね、あの踊ったりなんか歌ったりとか、歌ったりなんかしちゃったりとかで、大いに街を盛り上げる活動を、はい、なんかほとんどベースは個人ベースから始まってどんどん大きくなった感じですよね。そうですね、私はやっぱり音楽好きなんでね、音楽に関わるようなものをやってきましたけどね、はい、じゃあ今日はそんな常さんからね、はいはい、ちょっと音楽でエンディングいっちゃいますか。エンディングいっちゃいますか。いきたいと思います、はい、常さんもじゃあオリジナル曲生で聴いていただきましょう、うん、はい、高橋恒弘さんで空と大地と風にです、どうぞ。、はい、長澤さん聴いてください。ありがとうございます。個人的にと。武藤さんノリノリです。いや、そうそう、隣の手は家の方向性なんですよね。なんくるまっさ。はい、テレビの前の皆さんもご一緒に。
と大地と風に包まれている。では、こんな楽しい北方したくなったでしょ。皆さん、いつでも遊びに来てくださいね。じゃあ、北方からでした。はい、武藤さん、常さん、ありがとうございました。生演奏を披露していただきました。いやちょっと今あの、はい、常さんのおかげで北方の風が吹き抜けていきましたそうですよね、はい、うん、街とあのギターとそして踊りで街を、ね、盛り上げるという取り組みですけれども、はい、素敵な、ね、取り組みですよね。本当ですね。まさにこの常さんが、ね、こう渦の中心となってすごい楽しい盛り上がりがコミュニティが出来上がってるんだなっていうのを感じました。はい、そして、ね、お店も、ね、素敵なものがいっぱい置いてありそうでしたので、はい、ぜひ立ち寄ってみてください、はい、それではクイズの結果見てみましょう、はい、あ、さあ結構分かりました、ね、そうですね、今もずっと演奏していただいてますけれども、はい、答えは A のギタリストということで 35% の方が正解でした。ご回答ありがとうございました。武藤さん、常さん、ありがとうございました。ありがとうございます。